池上三郎から1914年11月10日は、明治期の司法官、検事、函館高祖院検事長、十三味君に等、続籍は、福島県氏族。実定に、第6代大阪市長、第6代朝鮮総督府政務総監を務めた池上四郎がいる。安政2年1月26日、若松城下本三の日の都に、 藍津藩士の父、池上武タス佑と、母梅の長男として生まれる。はじめ、八三郎と少子後に三郎と名乗る。源氏元年藩高に新官に入学、抜群に優秀な成績を収めた。慶応四年の母親戦争では、14歳で、大東に死後を太郎の率いる、中軍護衛隊に加わり北出丸の老城戦で敵を、伏せだ。会場後の明治二年。 上久保村の肝入り、鈴木家に家族と企遇。同年7月に塩川村の大官所跡に設けられた仮日進館に弟四郎と共に入学。同時に、伊深か之じと熟成取締りを命ぜられる。明治3年家族ともども都南に移住する。食料も医療もないどん底の生活の中で、父、武田すくわ、三郎や四郎に常々、お前たちは、 故郷の安倍先生や高津先生が日進館で説かれたことを基本として勉学するのだ。武士の道はコックと忍耐と魂の連魔であると訓育したという。明治4年上京。福地源一郎の仏学塾に入学、ついで慶応義塾や高島河右門の家塾で苦学する。19歳で新張県土浦の家政塾で洋学の教鞭をとる。その後、 福地が主管する東京日日新聞の記者となり、勤務の傍ら法律の勉強に勤しんだ。明治10年司法省に入り一等出資となり、当時社会を震撼させた山形県省内一揆に関与し、主腕力量を認められ検事補となった。明治14年検事に昇進。長崎、大阪各高訴院検事を経て、神戸地方裁判所検事生となる。明治十八年十一月。 函館高祖院検事長に任じられ、大正2年休職となる。休職のまま、東京渋谷の自宅で、大正3年11月10日病没した。去年60、池上市、池上中佐右衛門の交渉、新左衛門高品全左衛門高藤、全左衛門高利、新左衛門高安、また八郎工事、茂次高久、武田祐高健三郎、四郎、 ありがとうございます。